皆さんこんにちは。今カンピー通りを乗っかります。どうしてカンピー通りは世界の中心なのか、今日皆さんにご案内したいと思います。このカンピの丘から見晴らしすごくいいんですよ。ちょっとご覧になってみてください。カンピドルの丘のふもとには古代のホロロマーノがこんなに綺麗に見えたんです。今は遺跡となっておりますが、古代の神殿や集会所、裁判所、奥の方にはコロッセオや皇帝宮殿が建っていたパラティノの丘などが見えております。ここがまさに古代ローマの政治や経済の中心でした。かつて戦争に勝った皇帝や将軍は4頭立ての馬車に乗って町中をパレードした後、最後にこのホロロマーノのビアサクラと呼ばれる聖なる道を通って、この丘の上にあった最高神ユピテルの神殿までへと行進しました。そこで生贄のお牛と勝利の証となるものを捧げたんです。そのユピテルの神殿跡は今でもこの丘の上にあるカピトリーニ美術館の中で見ることができます。その他にもこの丘の上には紀元前1世紀に作られたタブラーリウムという建物があって、それが今ここに見えている建物です。銅板にローマのことが刻まれていたタブレットが収められていたのでタブラーリウム、日本語では公文書館と呼ばれております。ちょうど今見えている下の方の部分がそのタブラーリウムの跡なんですが、ですからローマには7つの丘があったんですが、この丘がその中で最も重要な丘でしたので、この丘の名前カンピドーリオはラテン語でカピトリウムと言いますが、それが英語のキャピトルの語源ともなったんですよ。でもよく見るとこの古代のタブラーリウムの上のところにはもっと新しい窓がついていますよね。実は今現在もこの建物使われているんです。かつてこちら側はタブラーリウムの正面でしたが、今はある建物の後ろ側なんです。何だと思いますか？これからそのある建物の正面に回っていって、今はどうなったか、これから今のタブラーリウムはどうなっているかを見に行きたいと思います。では行ってみましょう。はい、皆さんご覧ください。タブラーリウムの裏側がここにあります。実は現在はローマの市庁舎として使われているんです。古代の建物を今でも使っているというのはローマらしいですよね。しかもここには12世紀以来市庁舎があったので、世界で最も古い歴史を持つ市庁舎ということになります。でも今の美しい市庁舎の正面は16世紀にデザインされたもので、その中央には古代彫刻が置かれているんですが、鎧を着た女神像ですね。これがローマの女神様で戦いの女神ミネルヴァの像です。この正面をデザインしたのはなんとかの有名なミケランジェロなんですよ。彼は市庁舎の正面だけではなくって、この市庁舎の前の広場全体をデザインしたんです。ですからこの空間はミケランジェロが作った調和の取れたルネッサンスの空間ですから、ここを歩いているとなんか落ち着くと同時に優雅な気持ちになってくるんです。実はミケランジェロのこのデザインは本当に天才的なんですよ。広場の見取り図を見てみますと、建物は綺麗な直角に配置されておりません。これはもともと古代からあった建物を利用しているためで、それが綺麗な直角ではなかったからなんですね。でもミケランジェロはそのいびつな広場を左右対称にして、さらに
床にこの幾何学模様を描くことによって私たちに何の違和感も感じさせない非常に美しい広場にまとめ上げることができたんです。またこの楕円形なんですが、当時ルネッサンスの時代、綺麗な円形がやはり完璧な形だとしてよく使われていたんですが、ミケランジェロが描いたこの楕円はこの広場に完璧な調和をもたらしてまして、まるで私たちの宇宙を描いているみたいですよね。この中央の星の方に向かってエネルギーが集まっていくみたいな感じがしませんか？実際にこの中央にローマのゼロ地点が置かれているんです。それがここにあります。この釘の打ってある位置がゼロ地点なんですよ。ということは宇宙の中心がここということです。ちょっと上の方から見てみましょうか。そしてそこに置かれているのは古代のローマ皇帝マルクス・アウレルスの騎馬像です。これは古代の皇帝の騎馬像としては唯一私たちの時代まで残されていたもので、これを見てるとこの皇帝が望んでいた平和な時を感じるような彫刻像ですよね。実際にこのマルクス・アウレルスという皇帝は戦争よりも学問を好んだ皇帝だったと言われているんです。ミケランジェロはここにこれを置くことによって広場全体にはっきりとした方向性を持たせました。一体皇帝はどの方向を見ているんでしょうか。サンピエトロ大聖堂です。その頃大聖堂はまだ再建していたところでしたが、すでにこのカンピドリオの丘からサンピエトロまでの街並みは当時最も開拓されていた新しい地区となっていました。ちなみにこの騎馬像のオリジナルは現在この広場に面したカピトリニ美術館に保管されておりまして、今この広場に置かれているものは1990年代に当時の最新の技術で複製したものとなります。このカピトリニ美術館もそういった貴重な古代彫刻のほか、カラバッチョの有名な絵や、あの三島由紀夫の小説にも出てくるグイド・レーニの聖セバスチャンの絵画作品なども見られますし、さっき見たタブラーリウムの中にも入れたりして結構面白い美術館です。それからこの美術館にはこの丘から発見されたこの有名な銅像のオリジナルも置かれているんですよ。これはローマの発祥の伝説を描いたもので、それによるとこのメス狼に育てられた双子の中の一人ロムルスがローマを建国したということで、この像は今でもローマのシンボルになってるんです。オリジナルは紀元前5世紀のものなんですが、今でもいろんなところに出てきます。例えばこんなところだとか、あるいはこんなところにも、それからここにもありますね。あとサッカーのユニフォームにもこれが描かれています。それらのオリジナルはこの丘の上から発見されたもので、今でもこの丘の上にあるんです。それからよく見ると視聴者の前にひげを生やした横たわる男性像がありますが、こういうのは川の神様なんです。その肘の下にも双子と動物がいます。だからこの川はローマの川、テーベレ川だということになります。ここで一つ問題です。このもう一つの像もやはり川の神様ですが、この川は何の川でしょうか。肘の下にスフィンクスが置かれていることから、これはエジプトの川、すなわちナイル川だということがわかります。
皆さんもお分かりになったでしょうか。というわけで、ローマには古代から7つの丘があったと言われていますけど、このカンピードーリオの丘はその中で最も重要な丘だったんですね。そしてこの丘のさらに高みに登っていくと、そこには歴史的な修道院の入り口がありました。私たちも登ってみましょう。この修道院はここにあるサンタマリア・イン・アラコエリ教会に付属する修道院です。今見えているのはその教会の側面なんですが、この教会の正面は13世紀に作られた珍しい形ですので、後で見に行ってみましょう。修道院の入り口にはコンベントディ・サンタマリア・イン・アラコエリと書かれていますが、コンベントとは修道院という意味であります。この修道院に17世紀日本からはるばるやってきたお侍さんがいたんです。伊達政宗の家来、長谷倉常長です。彼はローマでおよそ2ヶ月半にわたって滞在したんですが、その際に寝泊まりしたのがこの修道院だったんです。この辺りは17世紀に長谷倉が見た思い出深いものが今でもそのまま残っているという場所なんです。これからこのカンピドの丘を降りてまいりまして、このサンタマリア・イン・アラコエリ教会の正面を見て、そしてその隣にあった修道院が今はどうなっているのかを見に行きたいと思います。皆さん、この階段もミケランジェロが設計したんですが、この階段後で降りていきます。その前にですね、ちょっと私が大好きな秘密の隠れ家がこの丘の上にありますので、ご案内したいと思います。そちらの方にまず行ってみましょう。ここなんです。こんな裏の方にある扉なんですが、ボンジョルノとか言うだけで誰でも入れるんです。さて、何があると思いますか？1トイレ、2バール、3パノラマ。それでは中に入ってみましょう。ボンジョルノ。ここを左に行くとトイレがあります。無料です。もっと登ってみましょう。この右はカピトリニ美術館のチケットがある人だけが出入りできます。そしてここを左に行くとテラスに出られて、ローマの素晴らしいパノラマをご覧いただけるんです。またここにはバールもあるので、カプチーノやワイン、サンドイッチなどの軽食を取ることもできるんです。暑い日とかにここでボトルの水を買うこともできるので便利ですよね。これが僕の隠れ家だったんですが、誰にも言わないようにお願いしますね。それではこれからミケランジェロの設計した緩やかな階段を降りていきましょう。この階段は馬の歩幅に合わせて設計されたと言われています。ちょっと振り返ってみましょう。この上に馬を連れた双子の神様がいます。彼らはカストルとポルックスという戦争の神様で、ここにあるのは4世紀に彫られたもののオリジナルです。この二人が守っているのがまさにこのカンピドーリオの広場であります。
さあ階段の下まで降りてきておりますけれども、この階段を降りると右側にもう一つの階段があります。こちらの急な階段は14世紀に作られたもので、どちらでも、はい、登る気満々だったじゃないですか、さっきまで。いやちょっとね、あの今になって考えを改めたんですけどね、この階段なんですけどね、厳しいんですよ。この上にあるレンガの建物が、先ほど側面から見たサンタマリア・イン・アラコエリ教会の正面になります。伝説によると初代の皇帝アウグストゥスはこの上に一人の女性が赤ん坊を抱いている姿を見ます。すると、これは神の子の祭壇であるという天からの声を聞きます。それでこの教会は天の祭壇という意味のアラコエリという名前が付けられました。上の側面からも入れたんですが、せっかくだから今回は段数を数えながら登ってみましょうか。124段でした。この階段は毎回段数が変わる不思議な階段なんですよ。頑張りましたね監督。全然 OK？ 5歳しか違わないのね、か10歳ぐらいの違いですね。よく長谷倉船団が毎日この階段登ったですね。さあ、それでこのマリアさんの教会が建っているところに来たんですが、ちょっとまた見てみましょうかね。先ほどご覧いただいたミケランジェロが設計したカンピードーリオ広場です。床の幾何学模様がよく見られます。教会のファサードは13世紀に作られましたが、窓の部分に当時のゴシック様式が見られます。中を覗いてみましょう。内部は豪華な16世紀の天井や17世紀の華やかなバロックの装飾も見られます。そして両脇に並んでいる柱の一つ一つが違うデザインですよね。これは実はこの近辺にあったいろんな古代の神殿の柱をリサイクルとして使ったからなんですよ。また床の幾何学模様は13世紀のものです。主祭壇には聖人ルカが描いたと言われている聖母子のイコンが見られます。そしてこの礼拝堂にはルネッサンスの巨匠ピントリッキオが描いたサン・ベルナルディーノの物語が見られるんです。さあ教会を出ていきましょう。それじゃあまた降りてきますけど、降りる時もまた段数を数えてみてください。今度は何段ありました？なんと今度123段になっちゃいました。そう、この階段は毎回数が違うんですよ。これは一体どうしてでしょうか？実は一番下のラインを見ると分かります。わずかな斜面があるために段数が左右で違うんです。ところで長谷倉常長が寝泊まりをしていたという修道院が教会の左側にあったはずなのですが、今はこの白い建物に場所を譲ってしまいましたので壊されてしまいました。一体この白い建物は何なんでしょう？このモニュメントはイタリアが統一された1861年に初代のイタリア国王になったビットリオ・エマニエル2世を称えて作られたモニュメントで、イタリア人には大切なモニュメントのはずなんですが、作っている最中からイタリア人には大不評で
イタリアの公衆便所というあだ名がつけられてしまったんです。さあ、それは一体どうしてなんでしょうか。この建物について次回また皆様にご案内したいと思います。今日はここで失礼いたします。またお会いしましょう。アリベデルチー。